はい、皆さんこんにちは。世界各地では未確認飛行物体や未確認生物などとね、遭遇した不思議な事件がたくさん存在しているんです。今日はそんな実際に起きたお話を紹介していきたいと思います。そんな直樹マンが紹介する世界の未知との遭遇事件。ただ UFO を目撃しただけではなく、捕まえちゃったんです。 UFO を捕まえた。高知県の中学生が実際に体験した奇妙な出来事、ケラ事件。かなりリアリティがあってワクワクしますよね。中学生が撮影した謎の飛行物体の写真を特別に入手。さらに、すいません、あ、こんにちは。当時 UFO を捕獲した人物を発見。中に泳いでいたのは私です。はい。なんと UFO にお湯を入れたことがあるという。そして事件に関する重要な証言まで。ここで要するに UFO が見つけたんです。面白いですね。あの UFO とかあってほしいなっていう、なんかこう願望みたいな。信じます。心霊体験も含めて、なんかそういうこう目に見えないはずのものが見えるって体験あんまないんですけど、なんか信じたい方で、あったら面白いんだろうなって思って、ね、あとこの番組すごいのが、本当にその見た当事者に直接インタビュー行けるっていうのが、行くんですよね。噂だけじゃなくて、はい、当事者っていうのが、うん、行くんですよ。行くんですけどね、決定的なものを見つけてこないんですよ。もう少しなんですよね。今まで一度も見たことがないので信じられなかったんですけど、同時に目撃した人が何人もいる。あ、もうこれは信じるしかないって思っちゃいました。不思議でしたね。なんかやっぱり信じられない部分もあれば、信じてしまう部分もありますけど、まさかあの UFO にいろんな大きさがあることがちょっとびっくりでした。ワールド極限ミステリー、ぜひご覧ください。ときめく時を TBS。